かもう黄緑やって思った。え、そう、気づいてた、うん、あ、何も気づいてなかった。黄緑やって思った。え、何も気づいてなかったよ。鬼の一斉配信で誰も見ればいいか分からん。え、正解は私のを見て、あの星が集まったら意見のところに、うん、やった、ありがとう。の代わりみんな決勝頼むよ本当に。大丈夫。やった。公演後に配信しないといけない。いや、なんかそういうわけじゃないよ。孫娘何歳よ。気分。嬉しい、ありがとう。ただの人さん、ありがとう。ありがとう、見えたよ、ありがとうね本当に。鬼の一斉配信やもんな、ほんまってくる。ほんまにラッシュがすごかった。今日はね、あのシンポジでした、皆さん。ありがとう。4ポジ目です。でも美咲さんは6ポジ目っていうね。美咲さんマジでもう、うん、あの多分一人で公演できるよな、うん、もうちょっとしたら、うん、いける多分、うん、新芽とかもあるから、ね、うん、そう、いけそう、いけそう。いや、もう今日は桜台県の新芽が見れて幸せだ。やったー。ハフハフハフってほんまってあれあれとごめんねの2名のあれが楽しかった。これでもあれあれそうそうこれこれでもあやかこれキモいと思って。美咲さんにもありえんぐらいでけえ笑い声。美咲さんありがとうございます。一人で全ポジ声マジでいけると思う。美咲さんはほんまに、ね、なんかでもちょっと近かったなと思った。お昼これ、うん、なんか思わんかった。めっちゃ近づいちゃったって思った。ありがとう、鉄目のさんもだるま。これ何？あのね、ちゃうね、お見送りで、うん、これなぁ、何これ、わからへん。鉄目のステーハート何、何これ、わからん。ハートをください的な。めっちゃごめん。めっちゃ緊張した、シンポジ。お疲れ様、ありがとうございます。エルマクナさんも、みずきさんも、ペンライトありがとうございます。もうマジで、うん、もう頭の中が、うん、ナンバー、次ナンバー、次ナンバーみたいな。やばい、次ナンバー何番だっけみたいな。なるもう頭の中がずっとこれずっシンポジの日ってマジでこうなります。可愛すぎた、やった、ありがとう。ハートケチャです。そういうことか。ハートケチャ、ケチャって何、くださいみたいな。自分分かってないね、ちょっとケチャがない教えて。手拍子ない、分からん、分かんない、なんだろう。あ、いい、ありがとう。ふさわしい作美味しかったから飲んでほしい。マジか、飲もうかな。でもなんか胃もたれしそう。今日の買おうと思って忘れてた。ひろゆこさん、くまありがとうございます。これ何ポジ目、4ポジ目。あ、トヨタンさんもペンライクありがとうございます。星座本当申し訳ないけど初めて使えた、やった、ありがとうございます。今あれなんです、書くものが今手元にニキビできた。ふたばさんもハートありがとうございます。今日も楽しかった、ほんまに。でもウィンクは一生できない、ね、シンポジあやかのとこに投げずに行けほどにやって。あー、わるー、わるー。いや、あ、嘘だよ。てか私多分相当ひどい顔今さらした。いつもみんなにやるような顔さらしたね、ちょっとびっくりした、うん。まあいいや。ふえるな、はい、増えました。コメント数減った気がするけど大丈夫かな。いや、なんか減った、絶対減った。待って待って、じゃあもう無理か、動いてないんだけど、やだやだ、もうやだ、もう気まずいんだけど。なんか待って、てんてんって来てるんだけどね、やめてよ。やだやだ、ありがとう。いや全然かわいいタイプでいきますね。なのでバレたくない。ファンになりました。やったやったやった。ケチャ来たで。あ、推しに祈りを捧げるような動作のことです。ケチャって祈りなの。ありがとう、教えてくれて。すごい、ね、めっちゃ笑ってきてるわ。ごめんね、テンション高い。キックさん、あ、ありがとうございます。あやねちゃんも誰も嘘コメントしづら、聞きまずい。顔認証あやかおもろかった、よかった。ランナーズハイ見たすぎてバレすぎて、なんでそんな、いつでも入れるよランナーズハイ。ねね、うん、あやかに謝っといてやって、うん、いいですよ。あやかさん、あやかさんなのでね、全然許してくれます。さあれ、あやぴょんが面白すぎる件について。いや、面白い。何やりました。天使、天使かわいいね。今日もありがとうね、今日出てくれて。いいよ、あご、新作さんも、うん、けんちゃん誰だ、けんちゃん、あやかおしさん、ありがとう、ありがとうございます。やった、やった、
これさ、このさ、横から来ましただって、なんかさ、こう的なりで配信するのちょっとあれだね、難しいね。から来ました、やっほー、イエイ。前髪がめっちゃ悪る。アイピと隣多すぎましたね。コンコンコンが来ました。私、アイカさんにキス顔見せました。よくやるよ。あれか、あの時か。あれやるもんで、あ、行かけます。 いいの、アイカもされたいんだけど。アイカさんすれ違う時だ。じゃあ自分が、自分行かせただけ。ええ、ごめんなさい、返しとく。たまに返してるんで、たまにたまに返してる。恥ずかしいなね。ありがとうございます。なんて呼んだらいいんだ。やばい、猫かな。ありがとうございます。喉が乾燥して。88おじさんもありがとうございます。ワンタンメンさんもありがとうございます。アベベさんもありがとうございます。新作さんもありがとうございます。固定ヘアが変わりました、そういえば、ね、なんか言うねんって感じだけど、一緒のね、固定ヘアなんですよ、ね、巻き髪を、はい、巻き形ちゃうけど、はい、何巻き？なんかニュアンス巻き。あ、そうなんや。そう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 、ニュアンス、外打ちみたいな。ミックス巻き、多分ミックス巻き、なんか外羽で表面巻くみたいな、うんうん、あー、なるほどね。うちも巻いてんだけど。うちもなんかほんまに人によるだから、うん、その時のメイクさんによって変わるんや。そう、全然違う。そうね、しんのすけさんありがとう。私は外巻きです、髪の毛。てつみやさんもありがとうございます。皆さん、私の髪の毛をぜひ真似してみてください。ね、かわいい、その巻き方ね、かわいいよね、これ、うん、羨ましい。羨ましい、一緒やねんけど。ね、一緒一緒やねんけど。やった、姉さんもありがとうございます。ありがとう、トヨタさんありがとうございます。いちご山盛さんもありがとうございます。ありま、今日本来 MC 頑張ってたな。だって頑張ってた、ね、頑張ったね、今日。そう、でもちょっとオーバーしちゃった。大丈夫大丈夫大丈夫。でもどうしようと思って、うん、ね、でも多少はね、大丈夫だよ。いいかな。今日の公演多すぎて忙しかった。推し多すぎてかですよね。結婚しようねって、どうしよう。ダメ。でもさ、あれや、ルームシェアでさ、ちょっと突っ込まんかったけど、うん、あれ、あれ、私はと思って結婚するんじゃないと。あ、そうだった。でもそれって同棲って言うじゃん。同棲って言うじゃん。恥ずかしいじゃん。でもさ、アミとすんだ絶対おもろくない。絶対おもろいなと思って。アミ、あれ、アレクサと、アレクサと喧嘩するんですよ、ね、アミは。めっちゃおもろい。アレクサ、そうそう、ね、アミマジで面白い。ゆる声みたい、ありがとうございます。めっちゃテンション高いかもしれない。石油に感謝、やった。あれってどういうあれなのか分かんない私。ランダム石って今は、うん、番号、番号ランダム。むず。一番でも一列目じゃなくてどこにいるか、うん、そうなんや。じゃあさ、一番になってもセナの喜べんな、うん、そうなんや、大変。ありがとうございます、ハートをたくさん。私はイートを巻き巻きにします。あ、これレイさんもありがとうございます。声がガスガスだったけど、トヨタさんもありがとうございます。はい、私は声がガスガスです。大丈夫、私もガスガス。今日はマジで、今日の昼はマジで心配だった。あやとう、ありがとうございます。ハート、ありがとう。自分の配信ほったらかしにしちゃった。はい、こっち、はい、ありがとう。手借りた。みおさんも神ありがとうございます。あ、直前に張り出されるんだ。マジでめっちゃさ、うん、うんじゃない、うん。松作とか毎回いい席やってそう。松作って運いいもんね。うん、めっちゃいい。運よく見る目で見ました。ありがとうございます。ラッキーですね。ね、ラッキー。じゃこんばんは。こんばんは。ペンさ、こうやってふにゃふにゃするやつさ、めっちゃ一時期やってた、小学生の時やってた。待って、全然できない。めちゃめちゃさ、バーコードが待って、全然できない。これサラサのボールペンです。サラサ大好き。あ、いけたかも。あ、うまい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 。でもさ、動画やったら全然わからへん。確かに、ただ振ってるだけ。コーヒーのおかわりはいかがですかさん、ありがとうございます。ちゃんとやばい、めっちゃ下手よ。遠く入ったら対戦で見ます。頑張れ。伝言です。南川春子ちゃん。連絡先消えてしまう。あー、マジか。なんかすっごいすごい伝言の仕方。ありがとうございます。春子ちゃん。またいつか会おうねって言っといてください。春子ちゃんに。いちご山盛さん、ありがとうございます。めっちゃ。ありがとうございます。いや、あの、友達っていうか、NGT の子です。ありがとうございます。
やば、そうなんや、頭回らんくなってきた、うん、限界まで疲れてる疲れてる、うん、疲れた、なんか、うん、なんかでも割と今元気でしょ、うん、今ならちょっと走れそう。反省会がもう終わったんです、今日珍しく早く。アミが何ぐらい1位で笑った、ね、あ, ね、あれかわいい、ね、あれかわいいと思ってみたの、コメントしようかなと思ったぐらいに、ね、うん、かわいかった、アミ、あやぴょん今隣にいます、伝えておきます、伝えといてください、はるかちゃん元気かな、結婚してありがとうございます3つ声2回と2つ目でした、また会おうって言っといてくださいコーヒーのおかわりはいかがですか、私が新潟まで飛んでいきます、新潟の、そう、NGT やから新潟多分やと思う、あ、ダダの人さんありがとう、クマさんもハートありがとうございます、クマです、ふたばさんも収穫したらクマヘアしたい、すごい、今森さんもかわいい、ありがとうございます、こんばんは、研究 STU の研究生お話し会経由で合格報告で、そうね、劇場から帰ってきました、お疲れ様です、ゆうかちゃん来てくれてそうなんです、お疲れ様です、嘘、顔疲れてたって嘘、そんなことないよ、ね、そんなことないよ、ちょっとでもやつ、うん、やつれたよな、多分ちょっと、そうかな、分からへん、でもなんかチーク落ちてるからかな、分からんけどなんか、うん、あ違う、あれや、分かった、うん、何にめっちゃ汗入って、うん、多分マスカラ自体多分落ちたんやと思う、うん、あ、そういうことかな、もうね、えげつないぐらい汗がさ、うん、今日目に入って、うん、そう、だからめっちゃ全体虫になって、うん、アイラインない、うん、確かにない、何やろ、ない、全部落ちた、と思ってめっちゃ痛かった、そんなことないよ、マスカラも落ちてる、そう、多分落ちてると思う、落ちてる、うん、落ちてる待って、でもあやこも落ちてるかも、わかんない、でもアイライン落ちてね、あ、落ちてる、両方落ちてるやん、めっちゃ違う、すごいね、めっちゃ目が痛かったっていう時間がありましたあの時どんな顔したらいいんだろうね、そう、なんか目こすってもいいのかわからんからさ、うん、そうそうそう、うわ、やばいと思って一回耐えてたら、うん、めっちゃ入って、うん、そうそう、いったんだよねちょっとどうしようと思って、めっちゃ申し訳なかったけど、ちょっと目こすってしまう、あ、トヨタンさんありがとう、トヨタツミチさんありがとうございます、せいちゃんさんありがとう、あ、もありがとうございます、いっぱいだるまラッシュ、ひろみこさんありがとうございます、かわいい、そう、この期間知ってるって答えなんかね、かわいいって言われて、なんでなんでなんでなんて答えたらいいかわからんって言ったら、うん、知ってるって答えって言われて、みんな知ってるって言われたいいよ、本当にかわいいからいいよ、いあかんわマキナエムさんもありがとうございます、コメント見たらさ、顔さ、すいません、え、わかるわかるわかる、目悪いからめっちゃ近づいてるよね、こうやって、クリッツさんもありがとうございます、あ、エルマッパさんありがとう、マキナエムさんも全然間に合ってない、ごめん、時差ありすぎるわ、アベビさんもエイジさんもありがとうございます、やばい、マジでミニちゃんもありがとう、何分までやるの決めてなかった、何分から始めたかちょっと覚えてる、何分から始めたっけ、全然持てない、な大輔さんもありがとうございます、めっちゃ大きいニキビできた、シュウさんもありがとうございます、大きな M さんありがとうございます、制作さんもありがとう、チーム M さん、チーム M さんこっちだよね、15分経ったよって、おお、さんまど忙しいですよね、ちょっとしたら終わろうかな、じゃあこんばんは、せいちゃんさん、9時には終わろうかな、ありがとう、34分やって、すごっ、ありがとうございます、 なぜ分かるんだい、ね、あ、でも15分は経過しましたって出るっぽいの、うん、知らんかったこれ、今出た15分経過、あー、イエーイ、ね、今気づいた、セーフ、セーフ、セーフ、え、もうおわ、寂しいわ、じゃあもうちょっとやってあげようか今ね、え、待って、掛け軸推ししか勝たん来てんけど、掛け軸推ししか勝たん来てんけどな、何これ掛け軸って、推ししか勝たんと、うん、え、すごい字が見えない、そんな顔つけてないやマジ字見えない、すごい、ね、今マジで書くもんないので、じゃあ私もありがとうって言っとくね、ありがとう、帰ってからね、ちょっと本当に今書くものがなくて、なのでちょっと帰ってから書きますね、試験ありがとうございます、ありがとうございます、レイ君もうちょっとだけ、ガミすぎって言われてだって見えないんだもん、こんばんは、たけさん、ありがとうございます、字がね見えないんですよ、ピョンの猫って
頭だけ出てきちゃう。顔に顔も映ってなくてさ、ここだけここだけやってあげようか。何キャラ、何キャラなんだろう、キャラなんだろう、わかんない。大好き、ね、大好き、これかわいい、すごいかわいいな。ありがとうございます、シューティーさん。あやぴょんの前髪配信って言われてる。あやかの前髪配信全然嬉しくない配信ですね。需要あるかもしれへんよ、もしかしたら。私の前髪が好きな人もいらっしゃるかもしれない、うん、アイピオの前髪作ってみたい人もいるかもしれない。作って作って散歩中やから終わらんといて。いいな、散歩したい。私散歩したいな。ありがとう、やった、やったダブル、ダブル、笑った笑った笑った。いいな、散歩あやかもしたい。今から多分あ、じゃあ散歩して帰ります。アドレナリンが出てますね。はい、なんか疲れ通り越したらさ、そう、なんかもうハッピーだよね。やめて、頭おかしい。なんでカラコンせんのか。カラコンしたことないですね。ケジクタは怖くて帰ってから書きますね。前髪好き、やった、ありがとうございます。さやさんはだるま、せいちゃんさん、ありがとう。あやぴょん、ほのちゃんはどんな子ですか、はい、っていう質問を出してます。こんな子です、こんな子です。ほのはこんな子です。こんな子らしいです、ね、よくわからへん、よくわからへんな、うん、なんかでも疲れたらおかしくなるキャンプの時に思った。なんかずっと一人でずっとなんかなんとかなんだよ、うんうん、なんとかなんだよね、うんうんみたいな言ってて、めっちゃ初めて見たから。でもキャンプって、キャンプのキャンプ地の日ってマジで寝れなくて、もうマジみんな睡魔マックスじゃん。でもなんか寝れないじゃん。めっちゃ食べてたもんな。そう、うん、夜中カップラーメン食べてた。もう疲れすぎてずっといてる。そう、でもさ、匂いこもるからさ、そう、窓開けて、そう、探しっこで、ごめん、てたけど、うん、変な人だ、だってめっちゃおもろい。99×5 全部投げて大丈夫です、ありがとう。なんか全部投げ、うん、全部で大丈夫だよ、ありがとう、ね、カラコンしたのまだまだかい。どうなんだろう、カラコン。ニコジさんは星ありがとうございます。目怖くって入れたことない。ナノさんも神ありがとうございます。帰った時、いや多分入れるのはいけるよね。帰った時もその灰になってるらしい。カラコンってさ、こうやってさ入れるじゃん、入れるのはいける、多分出すのが無理やか。長野のぶ追加でヒロさんもオンライン初めて買いました。あ、やった、ありがとうございます。ぜひ遊びに来てください。エレマパなんか前すいません、私嘘ついてた、あの残り6部って言ってたんですけど残り3部でした。ごめんなさい、嘘つきました。そう、間違えてた、残り6部かと思ってたら残り3部やった。画像作った後にそう訂正のツイートを見て、あ、間違えた。あ、そうや、私もあと残り3分で、はい、よければ遊びに来てね。あとでツイートします。じゃあ後でツイート しないとだ、うん、なんか今日なんかさ、あんま自分ツイートとかせえへんかったけどさ、うん、この期間に何やかんやめっちゃしてる、うん、確かに勝利しますで、ね、めっちゃつぶれて戻ってきた。カラコン使ってスクショタイムください。研究生はね、カラコン禁止なんでできないんですけど、だから普段は透明なコンタクトです。めっちゃスプラトゥーンについて語りたい、どうしよう。長野信弘さんもありがとうございます。足テービングしてたけど大丈夫、いや全然大丈夫です、ありがとう。あやぴょんとのコーデ楽しみやって、ちゃんと言ってんで、あのあやぴょんがその服を着た自分を見たいって言ったから決まったって、うんうんうん、大丈夫なの、それは配信して大丈夫なの。何が何かありました今回のさ。やばい、結構やばいよな今、ガチです、スーです、スーです。今スプラの話教えて、スケさんありがとうございます。クラークさんスプラトゥーンマジでめっちゃ語りたい。私ツイートしようとして下書きに残して永遠に繰り返してる。そう、色をねスイッチ買います、買ってくださいマジで。思ったより今日忘れてスプラ配信めっちゃ真剣やってたね。もうねゾーンに入ってた、もうマジであの先輩を倒すとか何も考えずに流してたみたいな。福島和茂さんもシューティーさんもありがとうございます。一つ二つ見てたみたいな。みおちやろ、言えるようになってみおちの、みおちって言えるようになって、みおち合ってる、合ってるよね、リアルで語ろう。ナンキックさんありがとうございます。スパッタリーさんありがとう。早くちょっとさ青スパ出てほしいんだけど、
何時までスパッタリーの9時まで AM マスクやった。そうですよ、私も配信とか昔めっちゃ見てめっちゃ勉強したからね。欲しい。あやかの生誕って何色？もうめっちゃ先の話だから。始まったみたい。見て、あ、生誕って欲しい。やった。あ、なんかちょっと今フライング。オッケー。やった。もうもらうの前提でした。いいよ。やった。リサもくれるらしい。12月いっぱい増えるやん。やった。レッスン期増える。やった。どうしよう、何時までする？どうしよう。合わせる。もうちょっと終わった方がいい？うん、どっちでも大丈夫。Okay、なんか減った。みんな星集めたら炎のとこ行くんだよ。やったん、ありがとう。スパッタリー美味しい。あのね、スパッタリーのね武器をよく見てください。歯ブラシになってるんですよ。糸ようじと見てください。帰れるよ。だってまだ9時じゃん。全然帰れ。マークも楽しかった。やったマジでね。スプラトゥーンにめっちゃ語りたい。私助けて。ルームシェアを、ね、早くスパッタリーヒューが出てほしい。さっき言われたのはあの同棲になるなんて言われて、なんて言おうとしたんだっけ。帰れなくて、まだだよ。早くサブスペがドリンクとビーコンじゃなくなってほしいの。私はなぜなら本当に長距離の長距離の敵を本当に倒せないの。本当に打開するのが本当にエナドリ投げてもう、うん、あの本当に倒されるの覚悟で突っ込むしかないの。うん、分かんないよね。絶対分かんないよね。だからめっちゃゴリ押しして、うん、敵をめっちゃバーって倒すか、うん、でも敵強かったら無理じゃん、うん、もうね積むんだよね、うん、積むんですはい、っていうことを皆さんにも知ってほしいらしいです、はい、スプラの話ですよ、はい、長野の信弘さんもスパショ欲しいね。いやスパショは別にいらないかな。雨とかがいい。あやぴょんめっちゃ分かるって来てんね。分かる分かる分かる。誰分かる。めっちゃテンション上がるよ。待ってほらパパどこ、ここ、いなくなる。わかる。やったね。長距離打開は本当にできないんですよ。ハイピョンのとこからワークしワークしました。ありがとうございます。星を投げるんだみんな。わからんけど楽しそうに話してかわいい。よかった、うん、いい人だね早口になってるのかわいい。いやマジでわかんないけどうん言って口ずるすぎてくさ。もうね本当にねあの長距離、うん、長距離のやつをね本当にね倒せないのが悔しくて、うん、だからもうこっちはもうスペシャルパパッと貯めてポイってドリンクを投げるんですよ。でドリンクを飲んだら、うん、倒されても1秒で復活できるっていう風になるんで、うん、それを積んで、うん、もうドリンクはもうあの覚悟するために飲む。あ、坂下坂下だ。やっほーコナちゃんが配信頑張ってるから来たよ。でも武器は正直嬉しい。マコチ何でもいいんですよね。なんかさ距離あるみたいな。距離あるちょっとスナイパーはマコやのにスナイパーマジで上手い人はマジでめっちゃ積んでくる。なんかゾンビギアにさゾンビギア積んでるんですよね。奈良のさ、うん、奈良に行きたいね。鹿に会いたいね。まず会いたいかも。なあ鹿に会いに行こう。うん鹿に会う。なんか今モンブランみたいなやつ食べたいね。あるあるある。えそうなんの。あんねん見てん、うん、この前。え、行こう。行きたい。連れてって。マジで、とつるわ。とつるわ。ちょっと予定を受け奈良県。行こう行こう。明日行けるね。岡山から、岡山から大阪でワコンチ経由して、うん、奈良県。え、行きたいね、ワコンチ。ワコンチも来る。行きたい。まだ一回戻らなあかんで。いいよ。ちょっとワコンチ行ってから奈良行くかな。そう。奈良に行きたい。奈良旅行こうな。え、マジで行こう。全然言ってくれたら。全然岡山来てくださってもいいんですよ。え、桃あるやろな。でも岡山行ったことある、はい、あるんや。順もある。え、あるんや、うん、何がある。あるかも分からん。何があるか分からん。何にもなこっちが来てくれた。やった奈良美観地区とかね。そうだそうだそうだすねとか言う。明日もね、ちょっともしか明日って何曜日ですか。明日は金曜日かな。明日もしかしたらね、私お一人にちょっと頼んだらもしかしたら行けるかもって言われて、あの、うん、配信映ってくれるかもって方がいるのでね、まあ同期なんですけど、はい、誰なのでしょうか。誰なのでしょうって感じなんですけど、そうよければ明日もね、多分お疲れ様、ありがとうございます。坂下ありがとう。坂下ありがとう。やって坂下ありがとう。やば、ほんまにやばい。怒られるかな、こんなに。大丈夫、いける、いけるよ。ここ大丈夫やんな。はい、ここはセーフです。やばい、喉がマジでやばい。あの、乾燥しすぎてやばいんですよ。ありがとうございます、春坊さんも。ありがとうございます。岡山にいても全然岡山を堪能してないタイプの人なので。ちゃんとね、感謝は伝えないといけない。もうね、
そっち呼ばれてんで、あら何を飲むんですか。どこなんだよ。かわいいね。え、何それ。かわいい。グレープフルーツ、うん、美味しそう。かわいい。怖っ、大丈夫よ、怖い。悲しい。バイバイ、悲しんどいて、うん、かわいいね。来ましたか、皆さん。あ、もう帰れって感じですか。え、もう帰れって感じですか。覗きに来たけど9時。やっぱりめっちゃ今日変な顔しちゃう。帰らないから、やか帰らないから。ほのちゃんの大きい声初めて聞いただって、ね、確かあんま出んもんな、うん、今日 MC の時もう岡山といえば何も欲しい。なんかおもろい語尾が星の人みたい。これ終わるかな、そろそろ。そうやな、奈良遊びに来てよ。やって行きます。行こうね。うん、行く。全然予定送ってくれたら、うん、やった、じゃあそしたらランキングを読みたいと思います。皆さんちょっとダッシュで炎のとこに星投げてください。全然もう自分もランキングあー、教えるんですけど。あ、エルマパさん、だるま、ありがとう。13位ナオキックさん、ありがとうございます。12位大輔さん、ありがとうございます。11位みずきアットキングスさん、ありがとうございます。10位エイジさん、ありがとうございます。9位いちごやまりさん、ありがとうございます。どうした。いや、ちょっとなんかめちゃくちゃな日本語の人おるんやけど、何もないダッチャピョンね、星いやもう投げ終わりました。ありがとうございます。ゆうすけさん、ありがとうございます。7位、3つさん、ありがとうございます。6位しんのすけさん、ありがとうございます。ありがとうございます。5位エルマパとほなさん、ありがとうございます。6位トヨタさん、ありがとうございます。3位しゅうさん、ありがとうございます。ありがとうございます。2位レイさん、ありがとうございます。1位ひろひこさん、ありがとうございます。じゃあこちらも行きます。うう、はい、13位ひろしさん、ありがとうございます。12位、あ、やばい読めない、 ゲナナケモングケ、やばい読めない、なんて読むのこれ、わかんない、もうモングル、え、ちょっとあの略していいですか。グナナケさん、すいません、あの本当にダメ、英語本当に読めなくてすいません、ありがとうございます。ね、11位 VR46 さん、ありがとうございます。10位こちらかんきちこさん、ありがとうございます。9位エルマッパさん、ありがとうございます。8位マイセンさん、ありがとうございます。7位クンクンさん、ありがとうございます。6位ブンブクさん、ありがとうございます。5位ムラさん、ありがとうございます。4位コテツさん、ありがとうございます。3位トヨタさん、ありがとうございます。2位セイちゃんさん、ありがとうございます。初見です、ありがとうございます。そして1位ただの人さん、ありがとうございます。研究生の池穂乃香と申します。よろしくお願いします。お願いします。次ちょっと何時やろ。ありがとうございます。今って何時間使いましたっけ。ね、今どれぐらい配信時間使ってますか。わかんない、どんぐらい、30分ぐらいかな。うん、合計で、あ、合計わかんな。今30分経った、ちょうど。おー、あ、そう、今日公演が51回目だったんですよ。あの昼で5、おめでとう、 ありがとうございます。そう、昼で50回だから今日終わったら51回っていうちょっとキリ悪いんですけど、30分とありがとうございました。もうね、マジでめっちゃシンポジでガチガチだったんですけど、あと1時間ぐらい楽しかったです。ということで、ありがとうございました。今帰ったら何時作るの、わかんない。え、めちゃめちゃ申し訳ないんですけど、あの11時からワンタンメンさん、ありがとうございます。1回配信来てということで、皆さんありがとうございました。今度私は奈良に行きたいと思います。奈良が終わったら次は私は琵琶湖をちょっと見てみたいので、琵琶湖に行ってみたいと思います。どうしよう、180分よね。180分使わないといけないかな、うん、あと何分なの。あと1時間。あと1時間か、うん、あ、むずそう、ちょっと帰りつつ、ありがとうございます。次の時間は確認しようと思うんですけど、シンポジ、うん、あ、バイバイ、お疲れ。なのでね、ちょっとキモって言われました。11時前後にこんな悲しいことありますか。帰りだからちょっとね、時間と帰れる喉を大事に、ありがとう、確認してやろうと思います。マヨネーズでも喉保湿しますね。今の顔可愛すぎる。え、やった、ミヒナに傷つけられて悲しい顔です。そうやったらこの3枠で、え、63分、え、マジか、1時間半あるやん。どうしよう、1時間半、むず、確かになんかあれむずくない、配分難しい。
何時間か1時間半かってことは、うん、10時半にはやらなくて、後でちょっと考え配信切ってから、うんだね。じゃあありがとうございました。充電がマジやばいので、ね、バイバイ。ありがとうございました。余しても多分大丈夫。ほんまにサンキュー。ありがとうございました。